すごく前向きな曲なんで、よかったら一緒に盛り上がってください。聴いてください。 Let's go
しましたけれども、気持ちいいですね。今日は天気も雨じゃなくてよかったなと思います。さてさて、今公開中の映画キューピンハニー見たよ。ありがとうございます。あ、後ろの方まだ見てないの？そっかそっかそっかありがとうございます。今からお送りする曲はですね、映画キューティーハニーティアーズの主題歌となっていまして、 Believe という曲です。この曲は作詞させてもらったんですけど、背中を押すような涙が流れることがあっても前を向いて自分の心を信じていこうよという曲を歌った曲です。よかったら聴いてください。 Believe。私の心に刻み込まれた愛を抱いて溢れ出す Believe, believe, believe
にしました Believe。 よかったら劇場でまだまだ公開中なので、よかったら映画興味がありました見てください。スタイリッシュな映画になっているので、アクションシーンだったりとか、ふんだんな CG を使われているので、ね、ぜひご家族でも、カップルでも、友達とでも見に行ってみてください。さて、ここからお送りする曲は、ピアノが入ってきたので、ピアノで弾き語りをしたいと思います。ちょっと隣のこの、ドンキさんのハロウィンに負けないように歌いたいなと思っているので、よかったら聴いてください。この町渋谷に私が、来たのは約10年前、福岡から東京に上京してきました。大きな夢と希望を持って福岡から東京に上京してきて、本当に毎日のように渋谷や原宿を回って、当時はモデルのお仕事をしていたので、ファッションの勉強のためにぐるぐるとウィンドウショッピングをしていたのを覚えています。そんな私が育ったこの街でこの曲を歌うのはとても感慨深くて、福岡から出てきて夢を追い続ける中で皆様への感謝の気持ちを込めて歌いたいなと思っております。はい、ちょっとだけ音ある。ありがとう、フォエバ
で約2年前ですね、歌手デビューをすることが決まった時に、ファンの皆さんに感謝の気持ちを伝えたいなと思って作った曲です。今後も作詞作曲は続けていきたいので、自分でもクリエイティブなことをしていきながら皆様にお届けできたらなと思っております。さて短いのですが最後の曲となってしまいました。なのでちょっとしっとりしていた曲はこの渋谷にはちょっと合わないのでね、最後にはハッピーに終わりたいなと思っております。それでは最後によかったら一緒に盛り上がっていってください。ハロI'm not afraid to die.
趣味を楽しんでいってください。ありがとうございました。